よっしゃ。来た。持ってた。よっしゃ。はい、おはようございます。琵琶湖ガイドの安井です。今日は来てます。岐阜県養老五山川で最近ハマってる釣り方を今日メインにやっていきたいと思うんですけど、まあ、あいにくちょっと小雨模様、今もちょっとパラパラしてるんですけど、まあ雨の中ちょっと短時間、まあ2時間ぐらいできたらいいかなっていう感じで狙っていきたいと思います。で、メインはこれ、イモケムシ40のカバーヘビダン、これを狙ってみたいと思います。でかいのは出るかちょっとわかんないですけど、まあちょっと雨が本降りになる前まで少しだけ頑張ってみたいと思います。ということで行ってきます。よっしゃ。頼むぜ。イモケムシカバーヘビナン、イモケムシ40のカバーヘビナン、グッサイズ。今そこのブッシュに吊るしてスーで飛んでついたけど、まだ食わんくって、そっか、軽くシェイクしてまたスーッと落としたら、いいとこ来てるわ。グッサイズ。はい、ということで今回やってるイモケムシ40のカバーヘビダンのセッティング方法になります。まあ今これセッティングしてある状態なんですけど、まあこういう感じ、普通のダウンショットなんですけど、結構これで釣れるキーっていうのがあって、まあいくつか紹介すると、まあとりあえずイモケムシ40にフックはハヤブサのこれです、パワーワッキーガード2番が、これが一つ目のキーなんですけど、一口サイズでバキュームしてしっかりフッキングが決まるっていうフックの番手、フックのセレクトセッティングになります。で、2番目にキーになるのがこのリーダーの長さ、リーダーの長さが今これぐらい、まあ20センチないぐらい、18センチ、16センチから18センチぐらいの長さになります。で、これが何がキーかっていうと、例えばこれが30センチロングリーダーになると、打ってる時にカバーに引っかかっちゃう。で、短すぎるとシンカーがボトムにトンってついて、ワームがヒラ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 ーと落ちてく、その間に来るんですけど、その落ちてく
間が少なくなるっていうことで、そのフリップしてて気持ちよくこう手返しよく打てるっていうのと、こうシンカーがトン、ワームがヒラ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 っていうその間がちょうどいいのがこの16センチ、18センチっていう感じの長さになります。これはまあ目安として打っててなんかストレスなくどんどん次打てれるかなっていう長さです。で、自分で一回リグってみてセッティングしてみて打ってて、あ、なんか引っかかる、打って引っかかるっていうような感じだとリーダーが多分長いと思うんで、それはもうここにこう打ってって、あ、なんか今気持ちよく打ててるわっていう長さがいいと思います。ということで、このイモケムシ40使ったヘビーカバダンのセッティング紹介になります。よっしゃ、イモケムシ40カバーヘビ団、今はここの護岸沿いのここに吊るした状態で入れて、ドン！で、ラインがスーって走ってきた。40アップ。はい、ということでお疲れ様でした。今日はですね、まあ雨が降る前まで、まあ2時間ぐらいの短時間長考、五山川だったんですけど、まあ今こんな感じで雨がちょっと降り出してきたんで撮影も無理なんでもう帰るんですけど、まあこれイモケムシ40使ったカバーヘビダンで、まあ4号ぐらいまで40アップと3バイト2フィッシュっていう感じで、短時間の割にはまあまあいいサイズが取れたかなっていう感じでした。で、まあこの雨でね、今回の水位も上がってきてどんどんシャローに魚が入ってくる感じなんで、今からが一番暑くなるかなっていう感じです。ということで皆さんもこのイモケムシ40使ったカバーヘビダンぜひやってみてください。ということでお疲れ様でした。